スーパーマリオメーカー2やっていきます。どうも、今日はですね、このオープニングトークネタが切れそうなんで、以前オープニングトークのネタをくださいってツイッターで募集したんですよ。で、その中で一つすごいのがあって、俺ね、見た目は真面目そうとか誠実そうとか言われるんだけど、中身はおじさんなのよ。羞恥心なんて10年前から見当たらないの。笑。オープニングトークのネタをくださいって言って、これが来たんですよ。すいません、ちょっと言葉は悪くなってしまいますけど、なんなんだこれは。どうしたらいいんだこれは。もう完結してんじゃん。羞恥心なんて10年前から見当たらないの。終わってんじゃんか。いや、他のみんなは結構真面目に答えてくれてるんだよ。よキングさん、こうしたらどうですか、こんなお話どうですか、みたいな感じでたくさんのリプをもらってるんですよ。でもこの方はですね、もう一度言います。俺ね、見た目は真面目そうとか誠実そうとか言われるんだけど、中身おじさんなのよ。わら。羞恥心なんて10年前から見当たらないの。わら。どうしたらいいの。さあ、本編やっていきたいと思います。はい、どうもピオキングです。今日はですね、久しぶりにいろんなコースをやっていきたいと思います。一発マリオ分かんないんですけど、トロールコースは今日ないんですよ。ということで早速始めていきましょう。24クエスチョンズということで、クリア率は 0.61%。 このコースですね、ツイッターから教えてもらいました。めちゃくちゃ面白そうだったんでね、ちょっと僕もダウンロードしてみたんですけど、つららじゃあスタートした瞬間ハテナ乗れでいいのかな。そしてオンプブロックがあるのか。このオンプブロックでパーに乗ってハテナ乗る、そんで上に行けっていう感じだ。うわ、これ難しいね。考えてる時間があんまないんだよね。で、さっき乗ってたハテナブロックなんだけど、そのさらに上にハテナブロックがあったんだよね。このハテナブロックを叩いたら、なるほど、鉄球が出てきてバックを倒してくれるっていうわけで、さあ進んでいきますか。で、ここでドッスの上乗って右でいいのかな。で、ここでバーン。よしよしよし、さあ早く行かなまずいよ。で、ここも鉄球を倒して、はだここはちゃんと鉄球がバックを倒すまで待っておけっていう感じだね。そんで右に走っていくと、で、ここでツタ捕まる、ナイス。そして下に降りて右、バウの上。いや、いつも一発マリオとトロールコースばっかやってるから、久しぶりにこういうコースやったら手と目が全然追いつかないね。いや、みんなでバトルも実際そんな時多くて、久しぶりにやったので、ね、全然追いつけないの。それじゃあ次こそパウの上に乗りたいと思います。これは余裕でしょ。で、次は右、あいや、最後のつららマジいい仕事したね。今度こそ引っかからずにちゃんとクリアしてみたいんだと思ったね。どうもありがとうございました。いや、難しかった、さっきのコース。もうワンくらいぐらいのクリア率、今日はしないかもしんないんですけど、まあこの先のコースもぜひお楽しみください。ということで、次のコースエアスプリングアドベンチャーということで、クリア率は 2.25%。 おそらくバネをね、利用しながら先に進むコースだと思うんですよ。さあ、どんな感じなんでしょうか。まずこのハラちゃんを踏んでどうすんだろう。こっからジャンプするってこと。ジャンプしてみるよ。ほい、なるほど、そういう生き方ね。面白いね、このコース。で、ここも右にジャンプ、これ簡単なんじゃないの。で、常にこれジャンプしたら絶対いけるじゃんね。さて、次はどうすればいいんだろう。ここ右押しっぱでジャンプでいいのかな。右押しっぱジャンプ、ナイス。面白いね。しょうもね。確かこの次ぐらいだったよね、リフトから落ちたのって。次こそクレーンにしっかり捕まりたいと思います。このタイミング、ナイス。で、またハナちゃんか。ハナちゃん、ハナちゃんのリフト乗ってジャンプっていう感じで、ここ右押しっぱでいいのかな。そしてドッスンが襲ってきそうだから、左にジャンプしてみる。一旦左にジャンプ、これでいいの。ナイス。今のなかなか上手かったんじゃないかな。で、ここも、ここはバブルを返しろっていう感じだね。このタイミングでいい、ナイス。さあ、土管に入って進んでいきますか。で、中間ポイントが、中間ポイントくれるのありがてえ。で、このままもう一回ハラちゃんを産んでって、ハラハラのドクロリットのビヨーンでしょ。で、カキも産んでってバレ、ナイス。これなかなかいいペースでいってるね。そして次はカキも産んでってドアに入るでいいのかな。あ、分かった、カキも踏んで、その勢いで右上のバネの場所まで行けっていうことなんじゃないかな。ちょっと見ててね。こっ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 
いや、ここが難しいんだよね。カキも踏んでジャンプ、ナイス。これで進めるっていうわけだね。で、次は跳ねれっこ乗って右、でこの勢いで行こう。よし、待って待って、まずい。よしよしよし、ギリギリ行くことができました。で、ここでジャンプしたらゴールがあるっていう感じなんじゃないかな。頼む、ゴールあって、ビヨーン。舐めてんのか。おい。まあこれでゴールだと思うんですよ。さあ来ました、ここでてっぺん取りたいと思います。いきますよ。いや、これてっぺん無理っぽいね。一旦左にジャンプしてみよっか。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、火人食って呼ぶのかな。とりあえず人を食う花っていう意味でしょう。まあ、サムネの見たままですね、パックフラワーをどんどん避けながら進めっていうコースだと思うんですよ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.4%、 まあクリア率 1.40% のね、パックフラワーを避け続けるだけのコースって言ったらそんなに難しくはないと思うんだよね。もしかしたら一発クリアありえるかもしんないよ。花って叫ばなくても今日はいいかもしんないね。なかなか順調にいってるじゃないですか。この最後が難しいみたいな、そんな来そうなんだけどな。ここ勢いつけていこうか。はにゃー。いや、だいたいこういうコースって最後に難しいの多いよね。こっから走ってジャンプすればいいだけか。さあ来ました。これ最速が18秒だったんだけど、最速通りでいけばもうクリアしてるってことでしょ。めっちゃ速いよね最速。さあ右下にゴールが見えるんですけど、あのゴールまでたどり着くことができるんでしょうか。ちょっと噛んでしまいましたけど、あ、もうゴールなんじゃない。一花で済みましたね。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、久しぶりに来ました、1の1系のステージ。ただこの1の1がどんなコースかまだ分かんないんですよ。制限時間が20秒っていうのは分かるんだけどね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.31%。 クリボーを全て倒してからゴール。え、20秒以内ででしょ。20秒以内にこのクリボーを16体倒してゴールまでたどり着けっていう感じだよね。いや、それ相当鬼畜じゃない。とりあえず普通に行ってってみるよ。で、このキノコ取った時ってタイムロスなったっけ、ならなかったっけ、ちょっとそこら辺分かんないんですけど、ここにスターがあるのは知ってました。スーパーマリオブラザーズ35で極めたからね。ただこの状態でも14匹、まだまだゴール遠いね。じゃあほぼノンストップ状態で進みながらクリボーを倒せっていう感じだと思うんですよ、今の感じで言ったら。なかなかいいんじゃないかな、ここまでは。いや、ここがちょっとタイムロスがね大きそう。一旦このままもう一回やってってみようか。で、ここでスタートってって、こっからもゴールまで突っ走っていいと思うんだよね。うわ、まだこんだけ距離があんのか。途中で2体のクリボーがいたと思うんだけど、そこをどんだけ早めるかが希望になってくると思うんだよね。これ下からいけない、あ、いけそう。下から振ってって、で、こっから降りて、なるほど、こういう風に倒してったら早そうだね。ということでやり直すんだけど、こんだけでいけんのかな。まだタイムロスが大きいとこありそうじゃなかった。とりあえずさっきのやり方で行ってみるね。ここで上から振っていく、そんでここは下に降りて、そしてここでスターを取って行ってみようか。これでどんだけ差があるかだよね、ゴールと。頼む、行ってくれ。あ、なんかいけそう、残り2秒1秒、頼む。いや、いけそうじゃなかった今の。多分この流れでゴールできるような気がするんだよね。最速タイムがね17秒台っていうとんでもない数字なんだけど、さっきのやり方でいけるはず。で、ここでスターを取って、ここからダッシュしてゴール前でつまつかなかったらきっとゴールできると思います。どうだ、頼む。やった。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、フローティングフォートって書いてるから地面がどんどん滑る系だと思うんですよ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は確か 1.56% だったような気がする。このパンの上とかも滑るのかな。あ、どんどん乗り継いでいけっていう感じで、ここをどうすればいいの、持ってビヨーンでいいのかな。で、ここで投げるみたいな、なるほど、そういう感じで。もうこれ無理ですかね。このままいけないですから。大丈夫、いけるよ。いや、さっきはこの USA キノコ取ってこのコーラ投げてさ、当たったじゃん。もう当たらんようにしていこうか。そしてこのモンティのを抜いていくみたいな、そんな感じじゃないから。ちょっとモンティ乗ったまま履けんの、スタじゃねえんだって。いや、これ難しくない。ここでモンティを投げて乗る、あ、こういう感じの生き方いいのか。で、ここでジャンプ。これはどうすればいいの、わかんないって。多分何回も脱ぎ履きを繰り返したらいけそうだね。
じだ。ここでオンオフをして3回でしょ。2、3。よしさあドアに入っていきましょう。でここで中間ポイントが、今度はどんな感じだろう。全然読めないんだよね。これ絶対違うでしょ。当たらんでいけっていうことかな。まず手書きのこと取るでしょ。そんでこのボムヘに乗っていけみたいな。なるほど、こういう生き方で行くのね。そして次はどうすればいいんだろう。だって全然見えない。これでいいのかな。合ってる。でこのパンをキューカロンの甲羅に乗ってヒップドロップしてパンブロックを叩くみたいな。多分それで合ってると思います。さあ進んでいきますか。ここはあれだよ、この耐久だよ。はっ、そんじゃ次はしっかりとこの甲羅耐久成功させてみてたいと思います。ほっほっほいほい片っぽしかしてね片っぽだけで受かったのかな。でここで抜いてどうなる。なんでよリートが来るの待っておけってこと。もう分かったからね、片っぽだけでもできるっていうの分かったね。この状態でどんどんパンブロックを待っておいて、でドアに入るでしょ。そしてリートきっちり乗ろう。このタイミング待ってさあゴールしましょう。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ今日ラストのコースはこのコース、スピードランフロリドプリマって書いてるんですけど、カッコ20セックって書いてるから20秒のスピランっぽいね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.29%。 で目がめっちゃ痛くなるようなスピランっぽくなかった。やはり相当多かったもんね。どんな感じなんだろう。とりあえず右にダッシュしていってみるね。まあ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 、まあ今のは見なかったことにしといて。この針のとこ地味に難しいんだよね。じゃあここで大ジャンプ、あ、コインの通り行けばいける感じで、じゃあここでスピードランを取って、スピードランじゃねえ、スターを取っていきたいと思います。ちょっと言い直すね。でここでオンオフで上と下が入れ替わってるっていう感じか。これは間に合うかな。間に合って、うわむずっけ、ここギリッギリだね。じゃあこのスターが切れる前にさっきのリフトに乗れっていう感じなので、今回いい感じじゃないかな。頼む間に合って、スターよどうださあこれでゴールできたと思います。やっちょっ、危ねえてっきり間に合わんと思った。それじゃあご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてぴよキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。